はい、食堂です。今日はですね、ランニングシューズや、まあトレイルランシューズ、まあ僕大好きで、いろいろと最新情報だったりですね、なんか気になるシューズないかなと毎日ね、結構研究調査したりしてるんですけど、まあその中でですね、ちょっと気になるシューズがありましたので、今日はちょっと紹介したいなと思います。いつもと若干外れる感もあるかもしれないんですけど、これめっちゃ気になるなというのがあったので、ちょっと紹介したいなと思います。それがこちら、サロモンなんですけど、皆さんサロモンは知ってますか？トレイルとかやってる方は結構詳しいのかな。はい、トレイルやってる方には、知ってる方も多いかなという印象なんですけど、トレランシューズなんですよ。僕も一足サロモンのシューズは、持ってまして、あとは、サロモンといえば、ランニングバックパック、僕のチャンネルで紹介することは、そのバックパックで多いのかなという印象があるんですけど、まあそんなサロモンさんから新しいシューズが発売されたということで、それがですね、こちらのエリクシールというモデルになります。こちらがですね、規格外の厚底クッションを備えた新たなコンセプトのシューズと、はい、なっておりまして、すごくいいなと、はい、思いました。はい。まあ、こちらね、気になったので見ていこうかなと思うんですけど、まあ、まず、先になんでこれが気になったかっていうところを話すと、まあ、まず、規格外の厚底っていうところですよね。結構厚底シューズが好きで、ランニングの時はもちろんのこと、待ち履きする時はほぼほぼ厚底のシューズを履くんですよ。身長が低いので、漏れるもんはもっとけ精神で、シューズは厚底を好むんですよ。そうなった時に、こちらのシューズめちゃくちゃいいなって思ったのと、あとはゴアテックスっていうところで、防水のシューズとなっているというところで、今僕が住んでいる金沢は雨が多い地域ということで、今まで防水のシューズは手を出したことがなかったんですけど、一足は持っといて損はないのかなというところで、あ、これいいなと。厚底だし、ゴアテックスだし、というところですごく気になりました。ただ、問題としては、僕、ランニングをするので、こちらランニングで使えるのかなってところが気になるところです。見た目的にはランニングそんなに速くないものであればこなせないことはなさそうな印象ですね。はい。まあそういったところがちょっと気になるところではあります。これが実際ね、ランニングで使えるのかどうか。ランニングで使った時に快適性は他のランニングシューズと比べて、まあ、多少は劣るかもしれないけど許容できる範囲なのかっていうところがちょっと気になるかなという印象です。はい、少し商品見ていくと、コンセプトが壮大な距離を快適な履き心地でということで、分類としては、ハイキングシューズの、カテゴリーになるのかなというところでございます。エリクシールミッドゴアテックスは、長距離での快適な履き心地とソフトでバランスの取れたクッショニングにこだわったプレミアムなミッドカットハイキングシューズと、厳しいコンディションに対応する防水メンブレンと、足を包み込むような快適性を高めるカラーとタンのパッド入りゾーンが特徴。妥協のないフルパッケージシューズはあなたを遠くまで導きますと。足を包み込むような快適性を高めるカラー。カラーって色だよね。タンは終端。あ、カラーって襟か。襟の部分だから、あれか、ミッドカットの部分のところのことか。と、タン、終端で、の部分が、パッドが入ってて、足首を優しく包み込むってことですね。はい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 。で、これね、ミッドソール、ミッドカットなんですけど、ローカットのモデルもあります。はい、こちらローカット。ローカットの場合は足を包み込むような部分はないので、さっきの、パッドとカラーで挟み込む
っていうのはなさそうかな。デザインを少し見比べてみても、終端と終端の部分のデザインは変わってるので、ローカットモデルの方はよりランニングに特化してるようなイメージ感じがします。それぞれミッドカットが 33,000円、ローカットが 29,700円と、ローカットの方が 3,000円ぐらい安くなってますね。特徴としてはエナジーフォーム、おそらくサロモンの独自の技術かな、エナジーフォーム、ミッドソールがプレミアムなクッションと、あとはソールの形状が、これもサロモン独自のもので、リバースキャンバーソール形状となっております。スムーズな移動とソフトな踏み出しをもたらし、高すぎない 5mm のラグは程よい接地感覚で快適性を向上させると。ラグっていうのがおそらくドロップ差のことですね。ドロップが 5mm と、はい。まあ、リバースキャンバーちょっと調べてみたんですけど、いまいちちゃんと書いてるものがないんでちょっとわかんないんですけど、まあおそらくロッカー形状のことでしょう。形状から見てもおそらくリバースキャンバーは、ゆりかごソールのようなことを指してるのかなと思います。まああとは、なんて読むんだこれは、シャーシ、アクティブシャーシと、正確、横ブレをサポート、横ブレの横方向のサポートを提供するアクティブシャーシスと、正確で確実な足場を提供するセンシフィットですね。はい。まあ、このあたりがですね、このサロモンの LP には載ってないんで、詳しい内容は載ってないので、まあ、ちょっとわかんないんですけど、まあ、おそらくトレイルとかやる方にはこの横方向のサポートっていうのはとてもいいのかなと思われます。でカラーは2カラーと、はい、グレー系とカーキ系ですね。グレーの方がなんかいいかもな。いやでもカーキもいいんだよな。あ、メンズはカーキ、レディースはグレーか。あ、メンズはこのカラーしかないのかな。あ、すいません、嘘つきました。カラーは3展開ありました。カーキとブラックと、グレーと。グレー、うん。まぁ、ちょっと商品ページ飛んでたんですけど、クッショニング最大、シューズ幅スタンダード、足の保護レベル高い、サポート安定、アウトドアの地形は混合と、はい、なっております。で特徴が、アウトソール、オールテラインコンタグリップと、はい。まあ、いろんな表面に対応する設計になってますと。まあ、ソールはこんな形で、ザ・トレイルトレイルランニングシューズのグリップってなってますよね。なんかトレイルって、ランニングはこう、この、ソールのグリップの方向って一定かなと思うんですけど、トレイルとかはね、こう、まあ、登ったり下ったりが多いので、で下るときにかかとからつかない、かかとからつくんで、その時に逆方向にこうグリップがちゃんとついてないと、うまくこうキュッと止まんないんですよ。なんで、かかと部分には、こう、ソールのこの、グリップの滑り止めの方向が逆についてるっていうのが特徴かなと思うんですけど、まあ、そういったところもあるので、まあ、トレイルとかは非常に使いやすいかなと。はい。思います。うん。まあまあまあって感じですね。まあ、非常にトレイルでもロードでも使いやすそうなアウトソール、グリップになってます。で、ミッドソールは、サロモンの伝統の形状、カーブ形状のミッドソール、リバースキャンバーと。で、さっき言ったアクティブシャーシ。これは、シャーシがより優れた、移動、荷重、移動性、妥協のない敏捷性、流動的で自由な動きを可能にしますと。はい。アッパーの素材、ヌバックレザー。アウトドアアクティビティに適した優れた耐久性と保護力を提供する合成アッパー。耐久性に優れた良質のフルグレインレザー素材。レザー使ってんだ。ゴアテックスがついてると。ゴアテックスは外部の湿気をシャットアウト。
汗による蒸れを防止。あれ？ゴアテックスって防水じゃないんだ。アッパーは撥水性ってことなんで、これ防水シューズではないのかな？ちょっと詳しい方教えてください。ゴアテック、このシューズは完全防水になるんでしょうか？説明見てる感じだと、アッパーが撥水してくれて、ゴアテックスは湿気を防止するっていう感じになってますね。はい。あ、でもやっぱ防水性のゴアテックスってなってますね。やっぱ防水なんだ。防水なんだけど、アッパーは撥水？アッパーの素材は撥水。あー、ちょっとこの辺は一回サロモンの店舗に行って聞いてみないと分かりづらいけど、まあ、おそらく防水の性能、僕の知識だと、ゴアテックスは完全防水ということの、というイメージなので、まあ今回の動画では防水と言っておきます。はい。重量 385g。結構重いね。300超えるとちょっと重いかなって感じるな、ランニングシューズとしては 300g 超えると重いなっていう印象ある中、385g は、まあまあ重い気がしますね。かかとの高さは 37.3mm と。いうことで、あ、意外とそんなに極厚クッションと言いつつめちゃくちゃ分厚いって感じではないんだ。 40mm 以内なんで、言ってしまえばアディオスプロの方が厚さで言うと、厚みがあるというところでございます。一通りこちらのエリクシールゴアテックスちょっと見ていきましたけど、まあ、トレランをちょっと本格的にやろうってなった時に一足これ買ってもいいのかなっていうレベルのシューズかなと思いました。あとはまあ普通にデザインがかっこいいので、てかもう単純に僕これ見た時にデザイン、あ、なんかかっこいいシューズだなと思ってちょっと今回取り上げたところもあるので、まあデザイン重視で、まあ待ち履きとしてこれ履くのも全然いいのかなと思います。サロモンって今なんか結構ハイブランドとコラボしてるイメージもあるんで、まあそういう意味ではこうサロモンを、ファッションに取り入れるっていうのはなんか結構トレンド的にも合ってる気がするというか、あ、サロモンのシューズいいよねみたいな僕はあんまファッションのこと詳しくないんですけど、ファッション好きな人から見られても、あ、こいつなんかよくわかんないトレランシューズ履い、なんかよくわかんないスポーツシューズ履いて出せっていうよりも、あ、サロモン履いてんだ、その服にサロモン合わせてるの感度高いねみたいな言われるブランドだと思うんで、ちょっとなんかミーハー的なあれだけど結構いいと思うんですよ、サロモンを普段履きにするっていうのは。というところですごく気になったという話でございました。気になった方はですね、ぜひよかったらサロモンの、ページ概要欄に入れておきますんで、見てください。ということで今日は新作シューズ紹介ということでした。今日もご視聴ありがとうございました。